こんにちは、翔太です。今回なんですけど、放置少女ですね、初心者ほどキャラを取るなっていう風なですね、お話をしていこうかなという風に思います。先ほどですね、若干ちょっと炎上しちゃってるような気がするんですけど、放置少女が盛り上がるためにはでっていう風な動画を上げてですね、多少のインフレが必要なんじゃないかなって思っている気持ちもありつつ、今の感じでいくのであれば、昔のキャラクターですねを強くしてほしいなっていう、シンプルな情報修正っていうのが欲しいな、リアリティを上げるということ以外で欲しいなっていうふうに個人的には思っているので、別にインフレが必須っていうふうに考えているわけではないです。ていうか、インフレするんなら無課金の方もできるインフレの仕方っていうのでですね、対応してほしいなっていうふうには、思いますね。例えば育成の上限値を上げるだとか、いっぱい使うとですね、その使ったことによる覚醒みたいなのがして、ステータスの上限が突破する、スキルの上限が突破するだとか、そういったですね、お金をかけずにインフレさせてほしいなというふうには思っています。ちょっとそこだけですね、伝えたかったんで先にお話しさせていただきました。で、前回のですね、キャラの動画に、続く部分はあるんですけど、最近のキャラクターって、結構ですね、魅力的なキャラクターが多いんですよ。割とみんな同じぐらいの実力のキャラクターが多いような印象でですね、結構横並びで、どっちかっていうとデッキを組むことを考える、どの組み合わせで使おうかみたいな風にですね、考えるパターンが多いようなキャラクターが増えたなというふうには思ってはいるんですけど、それは確かにそう思っているんですが、とはいうものですね、無備課金になればなるほど、というか初心者になればなるほどですね、なんやかんや短期特化がおすすめになりますんで、その短期特化をするにあたってですね、キャラをポンポン取るのではなくですね、やってほしいこととしては、とりあえず装備を作ってくださいっていう風なお話にはなります。やっぱりですね、もう装備ってこの放置少女において唯一使い回せる要素なんですよ。例えば帽子でも武将でも、弓将はないかな、武将が無難かなとは思うんですけど、武将ですね、一体分の装備さえ作っておけば、その職業特有の装備っていうのはですね、武器のところと、副装備ですね、副武器だっけ、副武器なんだ の2つですね、のところになってくるかなというふうに思うんですけど、ちょっと太ももがあれなんでちょっと画面は変えますが、他のキャラクター、職業さえ合わせておけばですね、そこの、武器と副武器も含め、装備6つですね、全て、他のキャラクターに つけることができますし、職業を気にしなくても指輪と、兜と鎧と腰当てですねに関しては使い回すことができる。職業変わるとちょっと鍛錬どうなのっていうところもあるんで、個人的にはその職業の中で、付け替えてあげるっていうのがおすすめではあるんですが、今後ですね、メインキャラは武将にするんだとか、帽子にするんだとか、そういったところを決めてもらえばですね、その職業の装備をとりあえず集める、1000円までか1000円まで、どちらでもいいと思いますけど、最近比較的ですね、混沌装備自体は作りやすいような環境になってきてるかなというふうに思いますので、一つずつでいいと思うので、まず1人分の、装備ですね、6つ、自分の今のレベルのところまで作るようにしていただきたいなというふうには、思います。思想も必要ですね、1人分、思想に関してはちょっと根基地とかいらない部分があるので、全部か全部上げなくてもいいかもしれないですけど、1人分のですね、思想のレベルを上げてもらうというのをしてもらった方がいいのかなというふうに個人的には思います。装備はこの放置少女7周年かな迎えましたけど、最初からですね、今に至るまでずっと使い回せておりますので、キャラクターは使い回せないですけど、1年に1回の追走ができたとはいえですね、1年に1回の追走しかないので、何かと使い回すことが難しい放置少女ですが、装備ですね、周り、宝石とかもですけど、装備周りだけはですね、今も昔もですね、もう7年間使うことができておりますので、皆さんにはですね、ぜひとも、
まあ、ちょっと今のですね、まあ、この環境だと、まあ、このキャラを取れって感じのキャラはあんまり来ないと思うんですよ。なんかみんなこれ取れって感じのキャラは、まあ、いない方がいいっていう意見もあったり、まあ、そういったキャラがいた方が分かりやすいって意見もあるかなというふうには思うんですが、まあ、久しぶりにですね、まあ、毘沙門天が、まあ、戦役適性のあるキャラクターっていうところで、まあ、比較的皆さんに取ってくれっていうふうにですねおすすめしやすいキャラクターになっているので、まあ、毘沙門天は結構押す方も、まあ、すでに多いかなというふうに思うんですけど、まあ、毘沙門天を、まあ、メインにするというか、まあ、戦役のメインにするというふうに考えると、まあ、戦役のメインと闘技場のメインは同じ職業であった方が、個人的にはやりやすいかなというふうに思いますので、まあ、武将ですね、の装備を集めてもらう。で、戦役の方をアマテラス大神アマテラスの方で、やるのであれば、まあ、帽子の装備を作ってもらう。ちょっと現状弓将がですね、戦役向けのキャラと、まあ、闘技場の向けのキャラはいっぱいいるんですけど、戦役向けのキャラクターっていうのがいない状、まあ、いるっちゃいるんですけど、まあ、いるっちゃいます。大きい陣がいるっちゃいるんですけど、あまり使われている印象はないので、まあ、大きい陣使うのであれば、まあ、弓将の装備でもいいかなと思いますが、まあ、基本的には、まあ、武将が一番無難かなというふうには思いますので、まあ、武将の装備を作ってもらう、でもいいですし、まあ、帽子の装備を作ってもらうでもいいと思うんで、とりあえずですね、一人、まあ、なんかまんべんなく作るのではなくですね、まあ、一人の装備をですね、とにかく作っていく。でもキャラクターですね、結構、あのキャラ取った方がいいんじゃないか、あのキャラ取った方がいいんじゃないかって目移りしちゃう方も多いかなというふうに思うんですけど、もう迷うのはバッファーだけでいいかなというふうには思います。まあ、もちろんですね、闘技場向けのキャラクター目移りしていただいてもいいとは思うんですけど、そのキャラクターを取るために使う原宝ですね、まあ、キザン水吹きだけで取れるならいいかなというふうには思うんですけど、まあ、そのキャラクターを取る原宝で仮にですね、まあ少女の出会いを回すというふうなことをしてもらった方が、まあ、強くはなれるかなというふうには思いますね。今のキャラクターって良くも悪くも結構横並びなんで、装備ゲーなんですよね。強い装備をまあ、それは MR 製のキャラ1体も持ってないという状況はやめてほしいんで、まあ、それは1体は取ってほしいんですけど、まあ、1体取ってもらったらもうあとは装備ですね、をとにかく強化してもらった方が個人的にはいいかなと思います。まあ、性能が横並び、まあ、綺麗な横並びではないですけど、まあ、横並びである以上はですね、もう持っている装備の性能がですね、そのままそのキャラクターの性能差になってきてしまうというところがありますので、まあ、個人的にはというか、かなり多くの方がですね、もう今装備ゲーだというふうに、まあ、1000円装備ゲーだというふうに思っていると思いますので、装備だけはですね、このゲーム裏切りませんので、まあ、ちょっと専属武器が裏切るって意見はちょっと一回置いとかせていただきますけど、基本的には装備はですね、使い回せますので、皆さんにですね、取っていただきたいなというふうに、まあ、個人的には思いますし、まあ、多くの方がご納得いただけるんじゃないかなというふうには思います。なんで、今はですね、結構キャラクターが、さっきも言いましたけど、横並びの性能で来ることが多くて、まあ、むしろこのキャラとこのキャラを組み合わせようみたいな感じのキャラクターが多いので、まあ、逆にちょっとそれを組み合わせるのはなかなか初心者の方、ムービー課金の方、難しいと思うんですよね。その組み合わせのキャラを取っていくぜっていうのは、まあ、狙っていってもらってもいいんですけど、それよりは、まあ、一人の装備をですね、とにかく作り込んでいく、っていうのをやってもらった方が、まあ、いいかなと思います。装備作ってもらったらですね、またキャラ取ってもらうとかしてもらったらいいと思いますので、まあ、とりあえず最低一人、まあ、二人ぐらいですね、言うて私のメインアカウントですら、2人分の装備しかまだ作れてないので、2人分の装備しか作れてないですし、神髄成果全然ないんで、とりあえず1006にしただけみたいな。1人は200まで上げたんですけど頑張って、もう1人はそれは武将ですね。で、帽子用の装備は武器だけ頑張って200にして、あと150でとりあえず MR 結晶だけ集めて、 MR 結晶は意外と集まるんで、MR 結晶だけ集めて、1150をいっぱい作ってるみたいな感じですね。ちょっと私も1200を作るのはなかなかちょっと骨が折れるんですけど、そこにだけ集中しておけば、変にキャラ取らなければですね、別にできなくはないかなと思いますので、まあ、初心者ほどですね、神髄成果ゲットしに、神髄工房ですね、なんで回してもらった方がいいかなというふうに個人的には、思います。まあ、戦装備、
まあ、二次転生かな、してからじゃないと多分作れないのかなというふうには思うんで、まあ思うんですけど、まあ、別にあのレベル100ぐらいの方もそれ以下の方もですね、装備を作っていく、っていうのはやっていただきたいなというふうに思いますので、できれば皆さんキャラは取らず装備を頑張って育成しましょう。まああの普通のですね、神髄丹じゃないわ、まあ、覚醒の部分と育成丹による育成の部分っていうのも頑張ってはいただきたいんですけど、あれもですね、まあちょっと、まあ、正直強い同盟に入ってないと厳しいっていうところが育成丹の方はあったりだとか、まあ、あれも別に使った分返ってくるわけではないので、まあ、追走で1年に1回リセットすることはできますけど、使ってしまったら基本的にはまあ返ってこないものに、なってくるという感じなんで、うん、まあその辺はまあ一体ですね、まあ、短期特化のキャラクターに存分に使ってもらって、基本的にはまあ装備ですね、装備さえ作ってしまえば新しいキャラクターが来た後すぐあの強い性能ですね、性能の移り変わりがあったとしても、まあ、すぐにですね、装備を入れ替える、まあ、職業が一緒っていう前提はありますけど、まあ、装備を入れ替えることによってもうすぐその覚醒さえしてしまえば、まあ、育成値は多少低くてもですね、ある程度のポテンシャルは発揮してくれるかなというふうに思うので、まあ、そういう意味でもあの非常におすすめかなというふうに思います。というところで皆さん、もうキャラは一回忘れてもらって、まあ、戦役向けのキャラは取ってほしいですけど、まあ、それ以外は基本装備に当てる、まあ、戦役向けのキャラを取るだけで結構いっぱいいっぱいだよって言われたら、まあ、そうなんですけど、まあ、あの他のキャラは取らずに、うん、装備を中心にやってもらうといいかなというふうに個人的には思いました。今回の動画はですね、ここまでにしようかなというふうに思います。ちょっとですね、私もうここから雑談ですけど、やりたいことがあって、まあ、ちょっと定期的にライブ配信ですね、あの PS5 のライブ配信のやり方をですね、ブロードキャストなのかな、をようやくですね、私把握しまして、あのさ昼お昼ですね、ちょっとテストプレイでソニックやってたんですけど、ソニックわらみたいな感じのコメントいただいて、いや私もなんでソニックやってるんだろうっていう、ちょっと目の前にソニックのゲームがあったからソニックでやってたんですけど、まあ、ちょっとこれからはライブ配信ですね、あの PS5 のゲームをしながらライブ配信やっていこうかなというふうに思っています。あの別にそのゲーム、うん、まあ、基本的にはちょっと私ファイナルファンタジー7リバースを全くやっていなかったんで、それをやっていきたいなというふうには思っているんですけど、別にあの会話は放置少女の会話でいいかなというふうに思っているんで、まあ、雑談配信なのかな、ちょっと名前どうしようかなっていうところはあるんですけど、基本的にはですね、まあ、そのまあ、ゲーム興味なかったらもう見ていただかなくても問題ないんですけど、まあ、あの全然放置少女の会話とかもしながらやっていきたいなというふうに思っているんで、まあ、別に日常の会話でもいいですし、あの放置少女の会話でも、やりたいなというふうに思っているんで、まあ、もしよかったら見てもらえると嬉しいなと思っています。で、基本的にはですね、まあ、YouTube どうなんだろうな、いやなんか多分その動画を残していると YouTube の評価的には多分あのそんなに見られるもんでもないかなと思うので、 YouTube の評価的にもそんなに良くないかなというふうに思っているので、個人的には合ってるか合ってないか分かんないですけど、あの基本的にはもうアーカイブは残さないでおこうかなというふうに思います。で、ちょっとまあご要望とかがもしご要望とかがあれば、まあ、メンバーシップ限定のところで、まあ、メンバー限定っていう形で、まあ、残しておこうかなというふうには思ってはいます。まあ、ちょっとこれからですね、定期的にやっていきたいなというふうに思っているんで、まあ、じゃないとちょっと私の積みゲーたちが一向に消費されることがないというか、一応動画のために買っているんで動画にしないといけないなと思いつつ、あんまりそんな暇もないなと思いながらやっていたんで、あのそういった感じでですね、ちょっとやらせていただきたいなと思います。まあ見なくても全然いいですあの話しかけてくれても全く問題ありません。っていう感じですね。まあ今回の動画はここまでにしようかなと思います。これからもですね、放置少女の動画を上げていこうかなと思いますので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。